はい、こんにちは、総木監督と申します。ワールドサッカーコレクション S ワサコレ本日もやっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、ワサコレ動画を配信しております。ということで、水曜日の15時やっていきたいと思います。はい、まずはですね、リーグ戦の模様から見ていきたいと思います。今週もリーグプレミア、やってます。はい、リーグプレミアで戦ってます。3対3の引き分けということで、ちょっとね、いまいちまたね、かんばしくないですけれどもね、また今週もね、乗り切っていきましょうということで、早速今日もガチャ券、いくつか引いていきたいと思います。はい、ちなみに秋合宿ではワサコレ強化キャンプというのが来てますけれども、ちょっとね、ガチャ引きたかったんですけれどもね、8万ポイントに足らなくて、ちょっと今日引けそうにないですね。最近ちょっとね、イベントもサボり気味なのでね、ちょっとしっかりやっていかなきゃいけないなというところはあるんですけれども、まずはガチャ券見ていきましょう。はい、使用期限付きガチャ券、まあ、ほぼね、結構ログインスタンプぐらいしかないんですけれどもね、まあ、それでも頑張ってね、ちょっと回していきましょう。まあ、この辺はないですね。ここまでです。はい、大収穫の、ログインスタンプ、はい、まあ、結構ね、最近売り入れが発売されて、そっちの方にね、そっちの方に力入れてるというかね、どうしてもね、やっちゃうので、比較的本当に手がかけられてないかなというね、印象です。まあ、もう少したらね、落ち着くんでね、まあ、その前ちょっとお待ちくださいということで、 NDS、NDG ガチャ券まずはいきたいと思います。大収穫ログインスタンプです。さあ、行きましょう。NDS 行けなかったけどダメか、 NBG。 はい、ウンティティですね。これ初めて手に入れる選手、サミュエル・ウンティティ。はい、なんかフランスのね、NDG がね、やたら、多く持ってるということで、もうフランス NDG だけでね、スカットというか、フォーメーション組みたいなと思ってるんですけども、次行きましょう。NDS ガチャ券。まあ、そこのね、NDS ガチャ券が3つあるんでね、ちょっと期待してます。はい、行きましょう。さあ、1つ目の NDS。さあ、これなんか持ってるな。ブルマですね。はい、ブルマ、ポルトガル代表コスト32。微妙ですね。やっぱりワイルドカード持ってますけどね。なんか使う気しないです。はい、次行きましょう。再び大収穫 NDS ガチャ券いきたいと思います。もうすっかり秋ですね。涼しくなりました。もう過ごしやすいね、気候になってるんですけれども。はい。お、これは新しいですね。さあ、ちょっと見ていくぞ。サムボックス。ちょっと意外にね、コスト高かった35です。最前線の主砲、暁の龍騎かな、なんかこのチームスキルは。黒数字持ってます。ドラゴンドライブ、かっこいい名前のスキルやな。味方チームが獲得している総エキサイトメントポイント値が、一定以上になった場合、自身の全パラメータを 1.5 倍になる。これめっちゃすごいんじゃん。でもその 1.5 倍になる、その基準を教えてほしいよな。よく分かれへんわ。いつ発動するのかね。はい、次、大収穫、ユニークスキル確定の NDS ガチャ券。もうこれはかなりいいんじゃないでしょうか。もうユニークスキルがね、確定しているということで。NDS ってあんまりユニークスキルを確定してないところにいたら、やっぱり結構ね、微妙なラインですからね。はい、行きましょう。はい、分かれへん。読まれへんな。とりあえず見ていきましょう。パトリック・ファン・アーンホルト。オランダ代表、コスト34。いや、左サイドバックね。でオフェンスダウン強、まあ、このユニットスキルが大事ですからね。結束力、オラニエ。いや、微妙ですね、これ、さすがに。スタメンドポジション内に、オランダ代表の選手がいる場合、いません。はい、ごめんなさい、いませんでした。はい、ということで次行きましょう。お月見コスト31以上のガチャ券。こちら行きたいと思います。お月見のね、ガチャ券です。さあ、コスト31以上ということで、神引きよろしく行きましょう。うわ、また NDS や。もう NDS マスクでしたね。しかし、これデルフか。持ってます。はい。ファビアン・デルフ。コスト31。スリーライオンズ結束力ということで、すべてのガチャ券を引き終えてしまいました。尺的にはかなり短くなってるのかな。最後にね、これ引いていきましょう。超すごい。一周ガチャ。合ってるかな、呼び方これ。いつもわかんないんですよね。誰も教えてくれへんし。超すごい。一蹴りガチャかもしれんし、一周ガチャかもしれんし、まあまあ、とりあえず行きましょう。説明見ましょう。結構説明書きは、ここね、手抜きですね。特定リアリティ確率アッパー、プレミアガチャを基準とした倍率です。これなんかこの、なんていうんやろ、
なんかもっとね、画像とか使っていろいろ説明してくれるやつやったら分かるんですけれども、この、ね、説明文やとなんかすごい手抜き感がありますよね。しかし1日1回限定なので、まあまあ暑いんちゃうかということで、1回ここで引いていきたいと思います。さあそれではいきましょう。最後にね、こちら超すごい1周ガチャいきます。1周というのいきましょう。とりあえずね、はい、全然熱くないやんこれ、やばいぞ。なんかもう星4とか NDG とかすんごい、もうそれしかない今のところ、やばいやん。いくぞ、いやー爆死来たー、星4 思わず舌打ちやわ。マックスグラデル、うん、かなり微妙です。もう舌打ちするしかない。いやー、ミキサーとかけれるかな。クラシックなんてとかあるけど、僕全く関係ないでしょうねこれね。31個前で引ける。いやダメだろこれ、マジか。1人もおれへんわ何てんのか、1人もおれへんね。はい、まあまあまあ BLS ぐらいは弾けるけど、かなり微妙であるとしか言いようがないぞ。ペンタレムとかちょっとね、まあ、この辺はさすが26やし、なんかここ誰やん君勝て。そうやな、この辺も使っていこう、うん、ルディ分かれへんもん。ケニーも使ったろ。 OK、 これでいきましょう。これほんまに最後にしましょう。はい、ということで、このミキサーでお別れしたいと思います。 BLS ミキサー、ちょっと短いですけどね。はい、いきます。お、これは新しい選手だ。誰だ、コス21、ダニエル・ディダビいきました。ディダビ、はい、心折れました。はい、ということで報酬回しましょう。秋合宿だよ、ワサコレ強化キャンプ、8万ポイントねまとめてきたので、最後にこちら1回切りたいと思います。はい、8万でね、引ける報酬というのがコスト26以上の、選手獲得、もしくは、ユニークスキル確定の BLS、 もしくはコスト26以上の BLS 選手獲得、うん、どれがいいですかね。3つのうちのどれがいいかというと、コスト26以上選手獲得は星5が当たる可能性が非常に高そうやな。まだ見ぬ BLS を求めるかで、ユニークスキル確定であれば、まあ、コスト26以上は硬いんじゃないかなということで、これいきたいと思います。はい、ユニークスキル確定の BLS 選手獲得いきましょう。これがほんまに最後です。はい、どうぞ BLS。 さあ来たか。またこれでも新しく手に入った選手ですね。ちょっと怖いですけれども見てみましょう。コスト31、クリスチャン・マテニアですね、ゴールキーパー。ミドルシュートセービング、なるほどね。ミドルシュート系、SP スキルに対するセービング成功率がアップ。いやー、使えないな。はい、ということでね、今度こそね、最後にご視聴ありがとうございました。おっと、何これ。あ、ピアノの時に言ったこんなの。なんだ、柴崎か。高っ。